また歩くのね。大丈夫かリム。ほら水飲んだ方がいい。任せろ。ううん平気。レディーが待ってるっていうのに、まったくいい。おれ！てな、この野郎！情けない姿を見せちまったな。俺の仲間にテーザー。行くぞ。準備 OK。 任せて。こんな。ナミさん、これが終わったらスイーツを作るからね。なめんじゃねえ。レディーの前で無様な格好。おいおい、ダメに決まってるでしょ。チョッパー、うん、わかった。なに？はあ、ルフィ。よし、やるか。わかった。任せろ。やってやるぜ。黒カット。任せろ。
私の出番ね。やってやるぜ。よし。見ろ、オアシスだ。どこどこ。おっとっと。よっ。はっ。任せろ。何だったんだありゃ。どっか行っちまった。あー、ない、私のへそくりがない。まさか今のすれ違いざまにすったの。どうするルフィ、追うか。水飲んでからでいいんじゃねえか。いいわけないでしょ。すぐ追うわよ。私はここで待ってるわ。なんだよ、リムだけ水飲むつもりだろ。違う。私がいるとエイサーは余計に逃げるから。なんか事情があんのか。それは、ううん、私にもよくわからないの。とにかくさっき財布を奪ったのはヨイサーという生き物よ。彼らは優しくて弱い。だからこういう悪いことはしないはずなんだけど。だが財布を知ったぜ。そうね、まるでエイサーみたいだった。エイサーはヨイサーと外見が似ているけど、とっても乱暴で人に危害を加えることもあるから。もうヨイサーでもエイサーでもどっちだっていいわよ。とにかくさっきのやつ。私の出番ね。あ、この辺
さっきのやつの匂いがするぞ。ナイスチョッパー。どっちに行ったか分かるわよね。このまま岩壁沿いに南だな。俺に任せろ。何何？悪かった。言われた通りしないといじめられる。だっていじめられる？誰に？エイサーたちに。って、なんだこいつら。おい、金持ってきたか。何人間と話してんだ。そい同じ仲間じゃねえのか。こいつらは違う。何が違う。同じだ。いじめてやる。その人間と一緒に。いいぞ、相手になってやる。へそくり返してもらうからね。これが終わったらスイーツを作るからね。サンダーボルト連発。情けない姿を見せちまったな。ゴムゴムのガトリング。そこをどけ。おりゃ。任せて。さーてと、行くぞ。邪魔だ。ゾロ、次も俺に任せろよ。キャプテンは後ろで構えてるもんだ。ありがとう、助かったよ。自分でやり返してもよかったんじゃねえか。大したことなかったぞあいつら。今度は頑張ってみる。え、何？お礼がしたい。どこか行きたい場所はあるかって。何？どうするの？俺たちは道に詳しい。あんたたちを迷わず目的地に連れて行ける。そいつは本気で助かるな。うちには迷子になりっぱなしのやつが多い。まったくだ。おめえのことだ、クソマリモ。そこまでにしとけ。で、どうすればいいんだ。行きたい場所を言ってくれれば案内するって言ってるぞ。そうね。じゃあさっきのオアシスまでお願いしようかしら。ありがとう。さすがに道に詳しいってだけあるわね。ああ、他の時も頼みたいくらいだぜ。え、本当にいいのか。何？どうかしたの？この看板があるところでよければ、呼んでくれればいつでも案内するって言ってるんだ。ヨイサーは義理がたい。きっと役に立つ、だってよ。本当に？それじゃ、機会があれば手伝ってもらおうかしら。任せとけ。
事取り戻せたみたいね。うん、もうバッチリよ。そう、よかったわね。はあ、リム、お前先に水飲んだだろ。飲んでないわ、ちょっとしか。はあ、別にいいじゃない。それより早くオアシスに入ってこの先のルートについて確認しないと。いや、お前の財布を取り戻しに行ったから後回しになったんじゃねえかよ。はあ、やっと水が飲める。水、任せろ。ルフィ、あれを見て。どっかから来たキャラバンみてえだな。それがどうかしたのか。あの荷馬車、アルバーナの町でよく見たものと同じ。おそらくアルバーナの商業組合の馬車ね。アルバーナ？じゃあ、あのリューサを渡ってきたっていうの？そうね。あるいは別のルートを見つけて。それは大きな手がかりね。ねえ、あなたたち、話を聞かせてくれない？あの流砂を越えられるわけがないだろう。アルバーナに抜ける洞窟があるんだよ。そこをなんとか突破してきたのさ。それ、最高の情報だわ。でも、洞窟に行くつもりなら気をつけろよ。サンディ砂漠でも滅多にお目にかかれないバカでっかいバナナワニがうろうろしてるぞ。ご心配なく、うちには腕の立つ仲間がいるから。見ろ、キャンプにもってこいの場所があるぞ。いいもんがあるじゃねえか。あっ、私のお金、私の出番ね。いいもんがあるじゃねえか。任せろ。私の出番ね。
なんだ。そうか。で休憩しときますか。お、腕が鳴るな。お、腕が鳴るな。任せとけ。任せとけ。任せろ。よし、洞窟に行けばいいんだな。もう回復したの？すごい体力ね。私の出番ね。任せろ。やってやるぜ。そりゃ。任せろ。レディーには指一本触れさせぬ。サンダーボルト、テンポ！まだだ。きついぜ。もう気は抜かねえ。俺がまとめて相手してやる。三刀流奥義、三千世界。覚えとけ。
みんな行く。涼しい。昼の砂漠に比べたらここは天国ね。